文久2年オランダにて。右から柴田武中、福沢諭吉、大田玄三郎、福田作太郎柴田武中明治10年8月24日は、江戸時代末期の江戸幕府旗本、外国武行、文久剣王施設。通称は、佐田太郎、ヒューが守る。画後は、静か祭。江戸小石川に、留付け、柴田義道の長男として生まれる。 10歳の時に父が救世し、天保13年に止め付けとなる。家営6年に表情書配属となり、安政元年に止め役所、翌年には止め役になった。安政5年8月に外国武業支配組頭となり100票を給され、神奈川外交問題の交渉にあたって横浜開港を実現させた。その後も外国人殺傷問題や通過問題などで、 欧米外交団との交渉の窓口となり、文久元年には100票の数を受ける。文久2年12月に幕府が派遣した、憲法施設の組頭として、ヨーロッパに渡り、開港開始の延期交渉に当たった。翌年12月に帰国後直ちに外国奉行並みに任じられ、翌年11月に外国奉行として、箱館派遣が決定され、翌月には初代部に任じられた。 慶応元年うるー5月に製鉄所建設及び軍政調査の精子として再度フランスイギリスに発見された。7月にフランスに入った柴田らはフランスとの製鉄所建設と軍事協連に必要な協定を締結することに成功するが薩摩藩との関係を強めつつあったイギリスとの交渉には成功しなかった。11月にフランスを出発し、 翌年1月に帰国した。帰国直後、外国奉行並みに承認し、文久3年に外国奉行として、函館に赴任し、初対応になった。慶応元年、製鉄所建設と軍事調査のため再び仏栄に派遣され、同年末帰国。慶応3年5月13日には、大阪町奉行、7月9日には、兵庫奉行を兼務して、 当時八部軍に茶屋村にあった全福寺を宿所とし、もっぱら外国人居留地問題などの外交問題を担当した。神戸港に関しては、運場所や不当、居留地の造成、西国王館の付け替え工事などを進め、慶応3年12月7日、大阪、兵庫開港市の式典を迎えている。開港当日、柴田武中は、まず税関を開き、A、B、普 進む、乱党の講師、領事党出席のもと、開校式典が行われ、西洋の新年への蛾と兵庫開校、大阪開始の蛾を申し述べる、胸の宣言書を読み上げた。慶応四年のとば、伏見の戦いでの幕府軍の敗北と、徳川吉信の,の江戸城引き上げに際して、運上所施設の明け渡しなど、対外的な事後処理を終えた後の一月十七日に、外国武行以下を罷免され、 隠居願いを提出、同年4月に認められて、所領のある、和佐国山部軍とミ郷ゴ村に退いた。その後もその見識等人物を評価されて、明治政府より出資要請が出されるが、これを辞退する。ただし、政府に壊れて上京して、外交問題に関する諮問に応じたという。引退後、東京では、神田淡路町に屋敷を構え、こちらで亡くなっている。 墓は、台東区下屋の随徳寺にあったが、関東大震災で損壊し、現在は過去町のみにその名前が記載されている。柴田家は、三河の忍びを廃下に持つ家系で、家訓は、生き延びよ。イギリスの学者ストームによると、柴田武中はグラバーに対抗するために、隠密を暗躍させており、それらの中には、開国者集団の柴田連中などがあった。ABC 柴田剛中央行費はじめより、君塚進む、京都大学、市林、1961年11月1日。ありがとうございます。